どうもこんにちは、キョトラです。今回もドラクエウォークの動画を撮っていきたいと思います。で、今回はですね、アンコール戦術で挑む、メガモン竜王ということでですね、今回竜王と戦ってみたいと思います。で、実はですね、竜王とはもう戦ってるんですけど、もうはっきり言いますとアンコール戦術きついですかなりきついです。アンコール戦術は長期戦に向かないので、もう短期戦なのでちょっとね向かないんですけどね、まあ、ちょっとやっ見ていただけたらなと思います。で、今回はですね、まあ多少参考になるように、武器を雷神の槍にしてます。なので、雷神の槍でもうこれだけは戦えるよっていう動画になってくれたらいいな的な感じでございます。でもメガモンに対して対メガモン戦だと雷神結構ね使えるんですよね。貫突してます。やっていきたいと思います。始まりました。いけということでね、もういつものごとくアンコール戦術でございます。まあまず初っ端から怒りがかかった場合は攻撃しちゃいます。本当は怒りかからなければ捨て身をかけるんですけど、かかるかかかんないかで行動パターンは変わります。はい、あ、またかかりましたね。で、これで怒りがかかんないターンであれば捨て身をかけます。怒りがかかれば攻撃するという自分はですけど、なんでかっていうとアンコール結構 MP 使うので持たないんですよね後半。あ、光の発動率が高いんだ。後半になるとかなりめんどくさいことになるんで、本当にねパパッと倒すのがアンコール戦術なんですけども、あ、怒りがないので捨て身をかけます。で、ヒットポイント、まあ、基本的には他の戦いだとヒットポイント減ってもそれほど気にしない。もう多分死にそうな感じになっていると思うので、通常の戦闘の場合はね。だけど今回はちょっと長期戦になるので適度に回復をかけつつ、こいつに聖女のコーンを装備させてるので、こいつで回復をしたいと思います。あんまり回復量も考えてないので HP と MP を主体で心組んでるので回復量もそんなに多くはないんですけどね。で、真ん中もう3分の1ぐらいのヒットポイントになるといよいよ結構しんどくなってます。で、 MP ももう一番端のやつはもうアンコール使えないぐらいの MP になってしまったので、そういう人は一応回復に回します。これも回復、もうこいつはほぼ回復役に回るかな。あとはアンコール打てないやつはで、これで多分爪の攻撃が来る気がするんですよね。まだ来ないかな。あの爪の攻撃痛いっすよねあれ勘弁してほしいよ。でもうアンコールを打って、こいつはもうアンコール、あ、まだ打てるか。あと1回打てますね。からしんどいんですよね。アンコール切れ始めると、あ、アンコールできないので回復に一応光のタクトも出してるので、で、こいつは回復してたんですけどちょっと
回復してもらったんでアンコールを使ってもらって攻撃と。ここら辺からしんどいです。もう全員助っ人がいなくなったあたりから結構しんどいんですよね。もういつも普段の戦いだととっくに終わってるんですけど、メガモンはね HP 高いんでそううまくいかないんですよねっていう感じですね。でここはもう MP も何にもないので、一応道具でもうちょっとなんでね、まあ MP 回復させるのもいいですけど、まあ MP にしますか。じゃあでもアンコールも2人とも打てないのでこいつも回復に回ってもらいますと。でもう一人はアンコール打てるのでアンコールを打って攻撃しないとね延々と続いちゃうんで下っちゃうんで、もうとりあえず攻撃をしまくると。これで詰めくるかな。あ、転んだ、休んだ。これで爪がねアタッカーに来ちゃうとまずいんですけど、うわ来たか、やっぱりこのパターンか。はい、ですが一応ねタクトを持ってるのでザオラルで生き返らせーの。で回復ですね。もうこっからはもうひたすら回復ですね。もうアンコール一人も打てないので、そうこうなるとアンコール戦術はきついんですよね。だからアンコール打てなくなるまでその戦闘長引くタイプのはあまり向かないんですよね。向かないって言ってた理由がこういう感じですね。攻撃、とにかく攻撃はした方が、てかもう一人しか攻撃するやついないんで攻撃必須ですね。でもあとはなんなら全員回復で回っちゃってもいいかな的な。あ、聖女ができないか。まあハッスルダンスで、まあ、少しでもとにかく死なない。あと2発かな。捨て身かかってないんでね、あと2発は必要かなって感じですね。ただもう MP がこの状態なんですよ。もうきついって言ってた理由はこれですね。もう見ていただければわかるんですけど、あ、これでいけた。うまく怒りが入ったんで1回できましたね。まあこんな感じです。はい、まあ、きついって言ってた理由が理解していただけたと思います。勝てなくはないんですよ。勝てなくはないんですけど、あまりおすすめしないかなっていう感じのバトルになりました。はいまあ、でもまあ一つだけ伝えられるのは、あの1対1の戦いであれば雷神貫突も結構使えるということなので、意外とね雷神貫突であれば用意まだしやすいのかなと。はぐれメタルの剣貫突よりは用意しやすいのかなっていう感じですね。はい、今回の動画はこれで終わりたいと思います。参考にもならないシリーズなんですけども、まあ、こんな戦い方もあるよということで見ていただきました。ご視聴ありがとうございました。キョトロでした。またね、バイ。